よいしょ、いけた、いけました。どうも皆様こんにちは、石橋狭間石橋です。マシチャンネルをご視聴の皆様どうも、茅ヶ崎の石橋です。さあ本日打ちました、距離がもうおかしなって。さあ本日はですね、こちら余ったそうめんね、こちらまあ二色そうめんですが、まあ普通のそうめんでもいいんですけど、余りますよね結局茹でてもね。あのキングオブそうめんこの間作りましたけど、まあずっとあればっかり食べるのもね、こうやって余ったそうめんどうしますかっていうことでございます。キムチチーズチヂミ、キムチの素使います。でキムチの素とチーズが入れば、あ、うまいでしょう。もううまいのは分かってるんですよ。余ったそうめんがどんな感じに出来上がるのかというのを、キムチチーズチヂミです。余った茹でてるそうめん 200g、 片栗粉大さじ2、卵1個、キムチの素、やこねぎね、鶏ガラスープ小さじ1、チーズ1つかみぐらいかな、ごま油これ大さじ1、紅生姜、まあ適量です。はい、紅生姜とかネギとかあればぐらいの感じで、別にキムチの素もなくたって別にいいですけど、チーズさえあれば美味しくなると思います。じゃあまずこのそうめんね、食べやすいようにざく切りにします。結構細かく、はい、卵1個割ります、混ぜます、片栗粉大さじ2、ここにねそうめん入れます。はい、ネギね、もう僕好きなんで、ドサッと入れましょう。紅生姜ね、キムチの素、はい、グラスープの素小さじ1入れます。もううまいの分かるもんね、これでね、うん、はい、フライパンが温まってきたら、ごま油大さじ1、でチーズをいこう、チーズいこう、溶かしてしまいます。でこの上からでこう伸ばしてあげてください。薄くね、できるだけね、中火ぐらいで。ひっくり返すの難しいなこれ、絶対そこを焦がしますね、ひっくり返しやすいように。ある程度、めちゃくちゃええ匂いしてるな、チーズの。キムチとチーズは最強っすね。大きすぎたかもわからん、あるかなこれ。こんな感じです、この、うん、こんな感じです。おー、ええ色いけるかな、ひっくり返すむずいなこれ。お、いけんちゃん、うわー、いけるかな、ふん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 、よいしょ、いけた、いけました。絶対うまいやん、もうこれ、近所の保育園で赤ちゃんも泣いてますわ、おめでとう言うて。これが入るお皿が今もうないんだ。チーズがカリカリになってて感じ。はい、それでは両面焼けましたので、一度まな板に移してカットしてから盛り付けたいと思います。よいしょ、こんな感じですね。まな板ギリギリ乗りましたね、ギリギリっすね。どんな感じにしようかな、半分。そうめんがパキパキという音を立てて、かなり、うん、かなり香ばしい感じがします。余りそうめんのキムチチーズチヂミ完成です。美味しく食べたいと思います。さあそれではいただきたいと思います。うまそう、うん、うまい、うまいな、うん。最初に
チーズをカリッとさせたでしょ、下に引いて、あれがポイントっすね。チーズの膜が張ってカリッとしたところにふわふわの、これがまたそうめんがまたパリパリになってきてるんで、うん、大成功です。めちゃくちゃうまい。あ、ちょっとポン酢つけたいと思います。ポン酢もいらんかな。うん、うん、ポン酢いらないね。これめちゃくちゃうまいよ。いや、そうめんとは思えへんな。でもこれ言わへんかと分からへんよな。でネギもいい仕事してますね。うん、いいアクセントになってる。うん、うまい、うまいな。うん、もちもちやねこれ。うん、うまいな。麺が後ろから見たら、まあ麺が分かりますね。でこっちはチーズで固めた方なんで、はい、大満足やなこれ。キムチの素がやっぱちょうどいいっすね。ペロッと食べれるなこれ。早いわ、早かった。なんかおやつとかでもいいんかもわかんないですね。ちょっとおやつ代わりに。辛いの嫌いなお子さんとかはチーズのみにして、でキムチの素抜く、ね、紅生姜も抜いてでいいと思いますけどね。うん、うんうん、うまい。ごちそうした。そうめんがパキッパキのもっちもちになるんですよ。バイランの焼きそばみたいになるんですよ。バイランのあんかけ焼きそばみたいな、ああいう麺の、うん、うまい。ぜひチャンネル登録して、バシチャンネル料理教室会員になってください。特典は、石橋に何でも料理の質問できます。まあ僕もそんな別に詳しい方でもないんで、時短とかレンジ料理とかが多いので、まあ僕の知ってる、僕のできる範疇でお答えさせていただきますよと。で猫探してますでもいいです。なんか手伝ってくださいでもいいです。石橋に対して手伝ってほしいことなりなんなり、登録してバシチャンネル料理教室会員になってください。ぜひよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。お父さんクッカーですね、私石橋さんも石橋監修しましたお父さんクッカー、 Amazon でですねお父さんクッカーと調べていただければ、これ一つでレンジで簡単に料理できるというのを、やっております、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。チャンネル登録の方だけよろしくお願いいたします。